角川ゲームズ。この物語はフィクションです。今、世界の中で私だけに冬が訪れた。医師とは無関係に全身に走る痙攣。必死に火を起こそうとする細胞の努力も虚しく、どんどん冷えていく私の体。背中と後頭部に感じるぬるりと生温かい液体だけが私の感じるかすかなぬくもり。痛い。一体誰なのだろう。地面に落ちるまでに失神するから痛みなんて感じないとか言ってたのは。痛い。嘘つき。頭をぐるぐる回る誰かへの呪詛の言葉。こんなに痛いなんて、こんなに怖いなんて聞いてないよ。誰か助けて。そう叫びたいのに声が出ない。息ができない。涙を流しながら唯一まだ自由になる視線を動かすと、視界の端に人の姿が入ってきた。早く助けて。寒いよ。誰でもいいから早く。うわ、マジかよ。ピンクのなんか出てんじゃん、グロ。何を言っているのだろう。口々に何かつぶやきながら、恐る恐る私に近づいてくる人たち。どうして助けてくれないの。ぼんやりとした視線の先で人々が一斉に携帯を取り出す。無言のまま携帯のカメラを私に向ける人。そうか、みんな私の姿を撮るためだけに寄ってきたんだ。彼らにとって私の姿はネットに上げて盛り上がるための見せ物。深い絶望とともに急激に暗くなっていく私の視界。お姉ちゃん、ごめんね。そして私は自分だけに訪れた冬を受け入れた。こんなもんすかね。このシーンだけ通してプレビューしてみてくれ。ほい。おい、待ってくれ。何か聞こえないか。ちょっとやめてよ。さっきから何なの。静かに。ほら、なんかうなり声みたいな。え、ちょっとやだ。本当に聞こえる。
わ。だんだん近くに来てない？うわあ！なんだあれ！なんだあれ！車！戻れ！やだやだやだ！待って待って！エンジン！なんでだよ！エンジンかかんで！早く早く！くるくるくる！こんな感じっすけど。もうちょい幽霊役の女優さんの顔を灰色っぽくしときます。いや、やりすぎるとリアリティなくなるからな。サイドだけちょっと落としとこうか。てへ。しかしこんなマジに受け取るやついるんすかね。どう見ても作り丸出しっつーか、そもそもなんでお前ずっとカメラ回してんだよって突っ込みたくなるっつうか。いいんだよ、こんなもん。どうせ夏をちょいと盛り上げるための小道具に過ぎねえんだから。こういうの見て肝試しに行って盛り上がれりゃそれでいいんだろ、若いやつは。うわ、発言おっさんくさ。いや、お前だってそういうの好きだって面接の時言ってただろ。まあ、連れとはよく肝試し行きましたけどね。ほら見ろ、そういう連中喜ばしておまんま食えるんだから、それでいいじゃねえか。低い志ですな。うるせえよ。とにかく、これで素材揃ったから、あとはテロップのデータだけ用意しといてくれ。編集は俺の方でやっとくから。了解。あらへんしたデータはいつものフォルダにまとめておくんで。なあ、頼むよ。監督、芸名やめて本名にする気はないんすか？なんだよ、いきなり。いや、なんとなく本名の八雲凛太郎の方がいいのにって思っただけっすけど。変える気はねえよ。学生時代からずっとマックスって呼ばれてきてるからな。凛太郎って呼ばれる方が違和感あるくらいだ。まあ、いいっすけどね。
の。はい、ヤグモです。なあ、マックスちゃん、磯神だけど、今大丈夫？あ、どうも磯神さん、ご無沙汰してます。今、全然大丈夫ですけど、何か？ちょっとマックスちゃんに相談したいことあってさ、今からこっち来れる？いいですよ、すぐ伺いますけど、相談ってのは？例の件の話なんだけどさ、ちょっとややこしいから詳しくは直接ね。それじゃあやろう。な、ちょ、なんか仕事の依頼の電話すか？マーガリいたのか。コーヒー入れに来ただけですけど、なんかいい話っぽかったんで。いい話なのかな。磯神さんが仕事の相談をしたいらしい。今から来いとさ。磯神さん、また心霊 DVD の版元さんすか？いや、島根テレビライツ事業局の企画部長さんだ。以前から目をかけてもらってて、いつか仕事を一緒にしようって言われてたんだ。島根テレビの偉いさんじゃないっすか。じゃ、監督、まさかそのまま行く気じゃないっすよね？そのつもりだけど。なあ、ヒゲ、まずその武将ヒゲ剃って、それとスーツとネクタイ、どこにあるんすか？おい、マガリ。ほらほら、さっさと洗面所行って顔も洗ってきて。油浮いた顔でそんな人と会えないでしょ。早く早く、ほらほらほら。マガリ、ちょ。なんか出かける前から疲れたな。まともなスーツが一着も残ってないってどうなってんすか。ぐちゃぐちゃの脱ぎっぱなしで、クリーニングにも出してないとか信じらんねえっすよ。いいだろう、いつもの格好で十分だと思うぞ。まあ、ヨレヨレのスーツよりはマシですけどね。なんだこれ。手土産、監督が支度してる間に買っときました。監督から渡した方がいいでしょう。おいおい、仕事の話をしに行くのにいちいち手土産なんて。そこ、そういうとこっすよ監督。あんたが仕事取れないのは。まともな社会人ならこれぐらい常識。仕事取りたいんなら今後こういうこともしっかりやってください。今元ヤンのくせにどうとかこうとか思ったでしょう。まあいいっす。ほら、さっさと入りましょう。はい。
マックスちゃん、いきなり呼び出してごめんね。どうや最近弾けてる？今度の仕事で一緒に弾けちゃおうよ。ああねえあとこれつまらないものですが。なあ、手土産なんていいのに、気を使わせちゃってごめんね。あとこちらのお嬢さんは？この子は今年の春からうちで働いてもらってる。ノンリニア編集担当のマガリアイネと申します。ヤグモマックスのアシスタントも兼ねておりますので、ご用があれば気軽にお申し付けください。ハッレー、さすがマックスちゃん、新卒なのにしっかりした子入れたね。ライツ事業局企画部長の磯上博之です。よろしくね。ところで、今日は例の件でご相談とのことですが。ああ、そうそう。実はマックスちゃんが提案してくれた例の10年前のプロジェクトを復活させる件ね。あれ、いけそうな感じなのよ。本当ですか？パッケージ化前提ってことで、ライツ事業局指導でね。あ、それにほら、最近はネット配信って手もあるから、回収の見込みも立ちやすいしさ、役員への根回しでもだいぶ反応いいからね。正式な GO もいけちゃいそうな感じ。おお、それはよかった。それってどういう？もともとは10年前に立ち上がってペンディングになった企画なんだけどね。ここ島根を舞台にしたミステリードラマ企画。オムニバス形式で3人の監督による共作ってのが売りだったのね。3人の監督ってことは、今回もしかしてうちのマックスも？もちろん候補に入れるつもり。シックスミニッツ映像祭やアジアフィルムコンベンションで入賞してるしね。新進気鋭の監督枠ってことで。本当ですか？やった、チャンスです、チャンスですよ監督。の、まあまだ本決まりってわけじゃないから喜びすぎないでね。それにちょっと今問題が持ち上がっててね。問題？それが今回ご相談の話ってわけですか？そう、実は一人強行に反対してる役員がいてね。その人それなりにキーマンだから、なんとか説得しときたいのよ。その反対理由というのは？よくわからないんだけどね。とにかく不吉だからやめろって、その一点張りなんだよね。どうやら10年前にペンディングになった時もすでに一部撮影は始まってたらしいのね。でその時撮ったフィルムに何かあったんじゃないかと思うんだけど。そこに何か不吉とされるものが映っていたと。多分そういうことなんだろうね。自分は当時そのプロジェクトに全く噛んでなかったからわからないけど。局の方で知ってる方はいなかったんですか？それがね、不思議なことに当事者全員局を辞めちゃってるの。ペンディングの責任取ったのか何なのか。なるほど、つまり自分にその原因を調べろと。そういうことなんだけど、頼めるかな。当時のフィルム見て何があったのか真相を探ってほしいんだけど。いいですよ、やってみます。本当？助かるわ。それじゃあ今から社屋の隣にある素材管理センターに付き合ってくれる？お蔵入りになった素材はそこで管理してるんだけど、
そのフィルム見せてもらえるように話通してあるから。わかりました。ご一緒します。頼むよ。なんとか解決して企画通してさ、一緒にはじけちゃおうよ。名前の割に随分と小さな。地上階はただの待機室だからね。メインは地下になってるんだ。湿度や温度管理が重要な施設だから。どうも、佐山さんいます？磯上くんか。例のやつ拝見しに来たんですけど。準備はしてあるが、本気であれを調べる気なのか。もちろん本気ですよ。電話でも言ったでしょ。ほら、こちら映像作家のマックスちゃんとマガリちゃん、この二人が調べてくれることになってるんですわ。これは16ミリフィルムですか。10年前とはいえ珍しいな。撮影した監督のこだわりでもあったんだろう。やはり映像の艶が違う。はあ、監督は一体誰なんです。サーナ。サーナ、わからないんですか。記録には残っていない。待ってください、フィルム缶のラベルとかに書いてなかったんすか。なかったな。それにどういうわけか、島根テレビの記録にも全く残されていないんだ。でも未編集のフィルムならシーンの頭にカチンコが映ってますよね。そこの掛け声聞いたら大体誰か分かるんじゃ。確かにこいつは編集前のフィルムだ。だが、どういうわけか監督の掛け声が入ってるはずの箇所は全て削除されているんだ。ご丁寧に全ての箇所でな。そんな、一体なぜ。
監督。監督？ちょっと監督、しっかりしてくださいよ。ま、なあ、マーガリか。マーガリかじゃないっすよ。いきなりぼーっとして、具合でも悪いんですか？ああ、いや、なんでもない。大丈夫だよ。本当に大丈夫なのか？これから流すのは体調の悪い時に見るような代物じゃないぞ。ただのミステリードラマでしょ。大丈夫です。見させてください。これは誰でしょう。脇役の無名女優だろうな。事件の被害者役だ。犯人の運転する軽トラックにこれから引き殺されることになる。なるほど。顔に見覚えはありませんが、確かにちゃんと芝居をしていますね。ただのエキストラじゃないようだ。ここからだ。女性の背後にある池をよく見ててくれ。何今のは。これミステリードラマのはずでしょ。ホラードラマじゃないよね。何だったの。池の上にいた女は見たよね。ねえ、見ました。確かに変な女が池の上に浮いてました。加工の跡はない。当然だ。制作者が加工して作った代物なら、そもそもお蔵入りになるものか。では10年前のミステリードラマプロジェクトがお蔵入りになった理由というのは。これだよ。今見せたのは一部だが、他のカットにもわんさかこの女が映り込んでいるんだ。これで分かっただろう。そんなプロジェクトを復活させるなんて不吉だって言われるわけが。